はいさい、はいさい。今日はですね、なんかジョンジに突然連れ出されてですね、夜の街にね。なんで連れ出したの？いや、なんかスナップ撮りてぇなと。あー、なるほどね。そのいかがわしいあれじゃないのか。まあそんな変な意味ではないですね、今日は。あ、今日は明日はよ、明日沖縄で一番ディープな商店街、栄町というところに今来たんですよね。今何時？何時ですか？もう日付変わってるんですよ、普通に多分、はい。そんな時間帯に来るから、もう見て、全部シャッター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 です。でもここでもかっこよくなんか撮れるんじゃないかってことでしょ。要は弱ですね、それが言いたかった。じゃあ自分で言えよ回るから、こう視界に入り続けて。あ、どうも。 OK、 行くよ。それではレッツゴー。おお、できた。お疲れ様。なんだこれ。サンスタということでね、はい、機材紹介です。今日僕が持ってきたのは一応ナイトスナップっていうことで、まあ F 値明るい方がいいかなと思って 50mm の 1.8 を持ってきてます。ソニー純正ですね。 FE の 50mm 1.8 を持ってきてます。で、本体は α7R3 でございます。今日使っているレンズはタムロンさんの、2470の F 値 2.8 です。で、ボディがいつもの D600 です。はい、ということで、いつもの感じでね、いつもの感じでいきましょうか。はい、はい、それではレッツゴー。忘れてただろ。いや、栄町っちゅうとさ、本当なんていうのかな、沖縄で相当ディープなところよね。今シャッターばっか閉じてるんだけど、本当ね、面白い店多いんですよ、なんかこういうのとか。あ、ちょっと待って、あれ、いいんじゃない、ここら辺。ここ撮ろう、ここ撮ろう。今回はジョンジにスナップの撮り方とロー現像の仕方を教えながら撮影を行った。ジョンジがどのぐらい上手になったかは番組最後に流すジョンジのスライドショーを見てみてくれ。スナップとか撮るときって F 値とかどうした方がいいですか？まあ、いつも、人撮るときはよく開放で撮ってるんで。ああ、 F 値開放ね、はい、開放で。まあでも夜のスナップだったらもう開放で撮るしかないよね、暗いもん。F 値開放で撮ってたら後ろとかボケません？スナップ撮ってるやつ。まあそこら辺はだからどこまで許容できるかみたいなところね。 F 値を下げれば明るく撮ることができるが、当然背景はボケやすくなる。なので全体にしっかりとピントが合ってるようなスナップを撮りたい人の場合はどこを妥協するか自分との相談だ。フォトがジェニーですね。フォトがジェニー、はい、フォトがジェニーでフォトジェニックですねなんだかこう明るめの通りに出てきたね。今猫が路地で歩いてたんだけどしっかりと撮れたよ。いいっすね、すごっ。あなたの光を読んでるの。こういうところを撮ったらこういう風に映るなっていうのを読んでるから、撮れないなって思うところはもう最初から撮らん。撮れるところを探すって感じだから、例えばここにめっちゃかっこいい宝石があったとするさ、あったとしても俺は撮らん。この場所で撮ると良くならんから。さあ、ジョンジもどんどんスナップ撮ってる？撮ってますよ。オレンジの光は綺麗くないですか、あっち。あ、あれ、はい、ジョンジいいとこ気がついたな。あざます。ジョンジ、なんであれオレンジ色が綺麗に見えたか分かる？周りが暗くてオレンジが結構目立ってる。そう、その通りなのよ。探し方上手になったね。こういう風に明暗差があるじゃん、明るいところと暗いところの明暗差。写真って光と影のアートだから、この明暗差がくっきりあればあるほどかっこよく撮れたりとか、そういう一つの指標になるわけよ、はい。だから今目つけたポイントはいいよ。逆に言うと俺たちが立ってるここ、はい、これ何の明暗もないじゃん、こんなとこ。こんなとこ撮ってもしょうもない写真になるだろうね。目が見つけます。よし、じゃあ撮ろう。君のため歌ってよ、オーケストラ、ここが大きいのは、いくつになってもずっとこのまま。スナップ、スナップですけど葉っぱでマイボケを入れようかなと。マイボケ映ってねなんでかわかるか、ジョンジ。なんですか？ここと向こうの明暗差がありすぎるから、あそこを適正で撮ったらこっち真っ黒になるさ、こっち適正で撮ったらもうあっちはもうピューって真っ白に飛んで難しいでしょ。難しいっすね、光の仕組みを考える。いや、結構歩いたね。結構迷路だね、ここね。結構
死に迷う。待って、猫がいっぱいいる。俺猫撮りたいから撮るよ。いい感じ、猫最高。猫になりたい。サンスタで、次はあっちの阿部さんっていう提灯が下がってるところ。ほうほうほう、自分的にまたいいなと。これな、はい、オッケー、撮りましょう。はい。行った後に照れて笑うなよ。ああ、この提灯取らせてもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、よきいっすね。うん、近っ。近い。取れた。はい、取れました。いやー、どんどん取り進んでますな。どうよ。いい感じ。ああ、いいじゃん、見して。ほら、な、同じようなの取れてるだろ。いやー、ここいい。めっちゃ取っちゃってる今。ちょっとまだまだ取っていきたいと思います。ジョン、ちょっと見せ合いっこしよう。いいよ。もう自分はこんな感じで。おお、いいじゃん。電球取ったり、調子取ったり。いいね。いい感じ取れました。これめっちゃいいじゃん。お前だから。おお、いいっすね。質感がもうめっちゃ綺麗。俺もアンダー目に取って、後でもう現像で持ち上げるっていうスタイルでやって、これもちょっとアンダーに取ってるわけ。暗めで取って、そう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 、後で編集で上げるみたいな。そう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 。あ、明るく取ってて暗くするのは違うんですよ。うん、違う。明るく取ってて飛んだとことかもう絶対戻ってくるし。レッツ乾杯。え、お前乾杯する前に飲んでただろこれ。飲んでないっすよ。え、量が少な。絶対飲んでたな、ジョンジ。のどかいてたんだよな。我慢できずに。うまいね。うまい。一口目はやっぱうまいな。二口目はうまいっすね。お疲れ様でした。ということで、はい、どうだった？ナイトスナップ、まあ、場所も場所で良かったし、いい写真撮れました。楽しかったね。楽しかったっすね。まあ、ナイトスナップで明暗差が激しいところで撮るのがいいなと思って。影と光のあれがね、はっきりしてるところ、はい、影と光、要はハイライトとローライトだけが強くてもダメなんです。そう、うん、そう、まあ、要は明るいのと暗いのしかなかったらもうはっきり分かりすぎちゃうけど、明暗差がそこの間のトーンを楽しむっていう、はい、そういうもうこうぬるっとハイライトからローライトに向かっていく途中のこの中間露光の部分ですね。そこが少しでもあったらまたより一層良くなるんだよね、はい、質感が。分かった？ちょっと半分分かりました。おお、はい、半分分かれば上等だ。はい、残りの半分は今年1年かけて覚えていこう。1年かけます。それではジョンジが本日撮った写真を見ていただこう。撮影もロー現像もいい感じでできてるね。今日でかなり成長したね、ジョンジ。せーの、 See you。 バイバイ。チャチャチャンネル。